こんにちは、翔吾です。ハロー、三崎直だの。ねえ、LINE スタンプ作って申請したんだけど、リジェクト、書き直し、って言われちゃったよ。年々審査は優しくなってると言われているものの、ガイドラインで禁止されてる項目って多いですからね。ガイドラインの項目って結構多くてスルーしてたんだよね。いや、見てなかったんかい。じゃあ今回は LINE スタンプ制作ガイドラインをもとに、NG になりやすい作ってはいけないスタンプの5つの特徴について話します。自分が作ったスタンプが当てはまってないかチェックしてみてね。1つ目の作ってはいけないスタンプの特徴は、ロゴもしくは文字のみのスタンプです。 LINE スタンプの規定として使える画像はイラストもしくは写真のみです。でもイラストや写真に文字が添えてあるのよく見かけると思うけど。それはイラストや写真がメインで、文字は補足として捉えられているからです。じゃあ写真やイラストとセットなら OK ってことなんだね。そうですね。ちなみにロゴは絵の一部とも考えられるけれど、最終的に人間が審査して文字だと判断されるので結局アウトです。どうしてもロゴスタンプを作りたいときは LINE スタンプではなく LINE 絵文字に申請してみてください。作ってはいけない LINE スタンプの2つ目は、モラルに反する画像やそれを思わせる演出が使われているスタンプです。モラルに反するって言うけれど、ガイドラインに書いてある定義って一体あって、全部覚えられるかな。それは大まかに覚えていればリジェクトされにくいです。例えばいじめや暴力的表現、飲酒を促すような演出などがそうです。なんだ、それなら友達と軽いノリでツッコミ入れる感じのスタンプを作る。ただそれだけだから大丈夫だの。いや、それが意外とシビアだったりするんですよね。え、どういうこと？例えば作ったLINEスタンプに軽いツッコミを入れるものがあるとします。作った自分としては軽いノリだったとしても、審査されるとき暴力的表現と判断されてしまったといったケースがありました。シビアだな。多分イラストの演出や構図が NG 原因になっているのかもしれません。この他にも肌色が多い画像は露出が多いとみなされて NG になりかねません。個人的にびっくりしたのは、動物のスタンプで服を上半身しか着てないからリジェクトされたというエピソードを聞いた時です。むしろ服を着せない方が動物スタンプはリジェクトされないってオチがあったね。あと飲酒に関してですが、別にお酒に関すること全てがダメなわけではありません。あくまでお酒によっての暴力描写や無理やり飲酒させるような画像が NG です。じゃあ私はいつも健全だから大丈夫だね。そういうことを自分で言う人が一番怪しく見えます。まあこういう定義は年々変わってるので、全てがこうだって言えないことをご了承ください。定義がいまいちわかんないな。まあこればっかりは実際に審査に通して試すしかないんですよね。レッツ実験。さて3つ目の作ってはいけないLINEスタンプの特徴は、権利や法律に反しているものです。例えばどんな権利や法律？そうですね、特にLINEスタンプを作るにあたって重要なのは著作権と肖像権だと思います。なので基本的にLINEスタンプはイラストでも写真でもオリジナルが鉄則です。でもたまにどこかの企業とかからスタンプ作成の依頼があったりしてるよね。今だとワンピーススタンプが誰でも作れるって言ってたよ。そういった場合は何人か応募してもらって1人を採用している場合が多いですね。またワンピーススタンプに関しては2022年7月まで限定で著作権フリーになっているため、誰でも自由にLINEスタンプが作れます。ただ著作権といっても気をつけないといけないのは、何も有名キャラだけではありません。企業が特許を取得しているフレーズや会社のロゴに似ていると判断される場合があります。例としては赤い十字マークを入れたら赤十字社とかだね。それから前に当たり前だのクラッカーってスタンプ作ろうとしたら著作権的にアウトだって言われちゃったよ。ずいぶんレトロなスタンプ作ろうとしてますね。まあそれはともかく、著作権、肖像権関連でリジェクトされた場合は一旦その著作元を調べてみることをおすすめします。次に作ってはいけないLINEスタンプは宗教に関わるものです。基本LINEスタンプは日本だけでなく世界各国で販売することができます。ただそうなると画像的に販売する一部の国が宗教に関係しているとみなされてリジェクトされます。例えば可愛い天使のスタンプを作ったとします。日本は基本的に宗教の自由が認められているため問題ありません。
ところが世界全体に販売するとなると、キリスト教反対の国では販売できずリジェクトです。じゃあ日本限定で売った方がいいのかな？それも一つの方法ですね。また宗教じゃないけれどダジャレスタンプは海外には伝わりにくいため、日本限定販売の設定にして申請し直してください、というリジェクトが来ます。経験者は語るってやつですな。最後5つ目の作ってはいけないラインスタンプは、広告や宣伝目的で作ったスタンプです。スタンプを使って今後のビジネスにつなげようと思ったのに。ろくでもないこと考えるのはやめましょう。LINE スタンプは本来 LINE でトークするとき文字を打ち込むのを省略したり、気持ちを伝えるのが一番の目的です。またスタンプ自体がいくらか利益が発生するため、スタンプで別の利益を生むことはできません。もしも審査は通ったけれどなかなか売れないという人は、過去動画の LINE スタンプが売れない原因5選を概要欄からチェックしてみてね。最後に私が考えている NG、リジェクトされない、スタンプ作成のコツについて軽く話します。まずリジェクトされないためには一度、スタンプ制作ガイドラインに一通り目を通しましょう。スタンプ制作ガイドラインの URL は概要欄に貼っておいたよ。でもあれっていっぱい書いてあって読むの結構面倒なんだよね。気持ちはわかりますが読んでないとリジェクト回数が増えるかもしれません。リジェクト回数が多いと審査期間が長引くことがあります。早く販売したいならなるべくリジェクトを減らしましょう。特に初めて LINE スタンプを作る場合が一番審査期間が長いです。そこにリジェクトが重なるとさらに遅くなるのでご注意ください。またリジェクトされたスタンプを公開している人もいます。そういったものを参考にするのも一つの手段だと思います。あとは何度かリジェクトされつつ学習していきましょう。なんか最後だけ強引だな。まあ失敗は成功のもとということで、この動画が少しでも LINE スタンプ制作の参考になれば幸いです。参考になったと思ったり面白かったらグッドボタンを押してくれると嬉しいな。またスタンプに関して情報は日々変わります。この動画で言っているガイドラインが、来年には変わっているかもしれません。このチャンネルは毎週金曜日の18時に公開しています。何かご意見やご感想、指摘などがありましたらコメントをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。よければ、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。